はい、皆さんこんにちは、野中恒大です。はやぶさ2号が帰ってきました。すごくね、このはやぶさ2号が、帰ってきたっていうニュースはね、非常に大きな意味を持っていると思いました。はい、厳密に言ったらはやぶさ2号はすでにね、次の任務に向かって地球を離れているわけですけども、このはやぶさ2号は、オーストラリア、このオーストラリアの大地に、貴重なデータを、カプセルをね、落として、さらに、それがですね、日本の相模原の JAXA ですね、私の生まれ故郷の相模原の JAXA とつながっている、これだけでもね嬉しくなっちゃうんですね。はい、つまり私の住んでいるところと生まれ故郷をつないでくれている存在でもあるわけなんですね。はい、そんなことはどうでもいいんですけども、はい、つまりどういうことを言いたいかというと、はやぶさ2号は今回ですね、小惑星イトカワに行ってですね、そこから、砂を持ち帰ってきたそうなんですね。はい、しかしその砂というのはですね、全部で1グラムにも満たない本当に微量な、ものだそうなんですね。はい、そうですね、わざわざ何億キロ遠くにあるですね、遠く離れた小惑星にある砂をもやっと持って帰ってきた、でもその砂はわずか1グラム以下であるというね、ここにねすごく大きな意味があると思うんですね。はい、つまり、その1グラムであってもその中にですね、太陽系の誕生の謎とか生命の起源の謎とかですね、そこら辺を解く鍵があるかもしれないというね、そういう期待がね世界中から集まっているということなんですね。はい、でなぜこの事実が私たちの人生あるいは生活に重要なのかっていうと、つまり私たちの人生でもですね、外宇宙に行くことは、おそらくないでしょうけども、これはご覧の皆さんの若い世代の方はあるかもしれませんけども、私のような世代はですね、おそらく外宇宙に行く、機会はないと思うんですね。しかしこのおぎゃーと生まれてから今日まで実際に歩いたり自転車で移動したり車や飛行機で移動した距離を全部つなげると、もう宇宙に行ってもおかしくない、宇宙旅行をしてもおかしくない距離をね、進んでると思うんですね。そうするとですね、その後を振り返ってみてね、俺の人生は何だったのかなと、何も成し遂げていないじゃないかと、何も到達していないし、何も大きなことを成していないじゃないかっていうふうにね、ちょっとね、虚無感に駆られたりすることもあるんですね。はい、でもですね、今回のこのはやぶさの1グラムの砂というね、このストーリーがですね、すごく私に元気をくれたんですね。つまり私たちの人生の中でもですね、ひょっとしたらですね、この人生を変える、あるいは社会を変える、国を変える、世界を変える、何かね大きなヒントというか要素が私の人生の旅の中にね、何かしらあったかもしれないという感覚がするんですね。はい、それはこの何億年という何億、キロというね、想像もしないようなですね、長い長い旅をした糸川が持ってきた1グラムの砂、そして、53年の人生を歩いてきた私の旅の中で何か掴んだもの、これはですね、この比率的に言ったらひょっとして同じものかもしれません。ひょっとしたらこのね、この1グラムの砂っていうのはですね、私たちの日常生活の中では本当に眼中に入らないくらい、本当に忘れてもいいくらいのね、本当にわずかなものですよね。はい、でもそのわずかなものの中にあっても、それは宇宙や太陽系や生命の起源をね、明らかにするヒントがあるかもしれないというわけなんですね。はい、つまり、私たちの人生、そして、はやぶさの宇宙の旅、そして私たちの人生で体験したこと、そしてはやぶさが今回持ち帰った1グラムの、砂というのはですね、非常になんか深いシンクロがあるように感じるんですね。もちろん冒頭で私は生まれ故郷の相模原と、そしてこのオーストラリアと大地が、相模原の JAXA とオーストラリアのこのカプセルが落下された地点と、ね、ちょうど同じ場所であったというね、そういう、シンクロも感じたりするわけなんですけども、それ以上にですね、やっぱり私たちの人生で体験したこと、そしてこの今回の1グラムの砂、これがね妙にねシンクロするように思うんですね。
はい、そうすると毎日の日常生活で体験するほんのわずかな体験、もう後で、もう3日もしたら忘れてしまうような体験の中にひょっとしたら貴重な、ものが隠れてるかもしれない。そんな風に思うとですね、人生の奥行きが深くなるというか、人生がより豊かにね感じられてくるんですね。はい、今日ははやぶさ2号が、地球にですね、1グラムの砂を持ち帰ってきたという話をしました。その砂は私たちの人生で体験したことに匹敵する何か大きな意味をね示唆しているんじゃないかと思いました。はい、以上、オーストラリアより愛と感謝を込めて野中恒大でした。では失礼いたします。